大川桃代は日本の女優である。父は大都映画創立者の河井徳三郎。姉は女優の小と寺光子。いぼ姉も女優の三条照子である。満18歳で創生した。1922年1月4日、東京府東京市に、後に河井映画制作者、大都映画を設立する河井徳三郎を父とし、大川関子として生まれた。 東京高等音楽学院大塚文教授に学び、1934年に、父の経営するライト映画に12歳で入社する。同年、早草秀さ主演、大江秀夫監督のサイレント映画、俺は日本人なに出演して、映画界にデビューする。翌1935年には、姉のことじ子が、早草と結婚して引退、桃代は姉に代わって早草の相手役のヒロインとなる。 早草の監督作にも多く出演した。1937年12月3日、父の徳三郎が死去し、兄角太郎が二代目、河わ徳三郎を襲名して、同社の経営を引き継いだ。現代劇で活躍したが、父の没後3周年を迎えた1940年11月7日に公開された映画、愛情の権利を最後に、同年内に病を得て死去した。 満十八歳没。わずか6年のキャリアで100本を超える映画に出演した。出演作の中で現存するフィルムは、法廷愛は涙の審判、相当あしらがいのみである。ありがとうございます。